深い深い霧の夜、カプシコメイレスがやってくる。嘘をつく子供はいないかい？そんな口は縫ってやる。そんな声が霧に紛れて聞こえてきます。ある晩、小さな村に住む少年とピアスは友達を集めて、自分が考えた怪奇なおとぎ話を、まるで自分が体験した出来事のように話しました。実はこの町にはカプシコメイレスという悪魔が住み着いていて、霧の深い夜になると、嘘をつく子供の口を縫ってしまうんだ。みんなは驚きと興奮の入った表情で彼の話を聞き入っていました。楽しい集いは終わり、トビアスはベッドに入ります。窓の外を見ると深い霧が立ち込めています。トビアスは思いました。カプシコメイレスが出てきそうな夜だ。すると子供部屋の向こうの廊下から、ギシッギシッと誰かの足音が近づいてきます。ドアの隙間からは、濃い霧が部屋の中に入ってきます。トビアスは恐怖に打ち震えながら、一夜を過ごしました。翌朝、トビアスを起こしに来た母親が見たのは、言葉を発することのできなくなったトビアスがベッドの上で震えている姿でした。